はい、こんにちは、今日から俺は YouTuber サインジムの鈴木健一郎です。今日はですね、ちょっと YouTube を見てボクシング練習しようっていう人は、最初、ね、いろんな構えがあると思うんですけど、何が正解かっていうのはちょっと分かりにくいと思うんで、まあ、正解っていうのはないんですけれども、まあ、高齢でやっていった方が上達が早いですよっていうのを、21年のジム運営の経験からご紹介したいと思います。じゃあ、はい、じゃあ構えてくださいって言われたときに、はい、どうするのって思うんですけど、右手ほっぺたの横、左手これ、右手をちょっと上げる、脇を締める、後ろ足かかと上げる、お腹に力入れて、足を引くっていう、まあ、こういうのは基本の構えになるんですけれども、この時に、右手をじゃあ、まあ、ここのね、顔の前につけた方がいいっていうのも情報としてあるのは確かなんです。ただこれを最初にやっちゃうと、まあ、サウスポー相手の時とか、これね、すごく有効なんですけれども、パリングがめちゃくちゃしにくいんですよね。なんで、顔は開けといてください。で、手もこれくらい上げた方がいいっていう風な情報もあるんですけれども、これはね、自然な感じ、一番この殴りやすいところがありますんで、ここで結構です。これは顎さえ引けば、しっかりとさっきのこの位置になりますんで、この一番殴りやすい場所に、顎を引くと、しっかりとこの眉間の横ら辺、ここがね、一番パリングがしやすい場所になりますんで、そうです。ガードを上げるっていうよりも、顎をしっかり引く。これを意識してもらったらいいと思います。じゃあ、ここから次、何を練習したらいいかっていうところなんですけど、次は、ジャブの打ち方っていうところなんですけど、これも、いろいろと情報があって、同じジャブだけでも、前足をつける。後ろ足もつけてくる、もしくは前足引いてくるみたいな、まあ、いろんな動かし方があるんですけれども、一番基本は後ろ足をつけてくることです。はい、なので最初にこの構えをキープした状態でステップイン、そうステップイン、後ろ下がるときは後ろから、後ろから、そう構えを崩さずに前前後ろ後ろで、これができるようになったら次はステップインジャブ、ステップインジャブで、これができましたら次はステップインしながらジャブ、そうで構え直す、パン、そうしっかりとついてきた時には伸ばしきる。これも引きを早くしろっていう情報があるんですけど、これももっと先の話です。まずはつけてきた時に腕が伸びきってる状態で、そう土台を作った上でこっから強いストレートを打つ、はい、っていう順番でやってもらったら、上手になる土台ができやすいかなと思います。まあ、いろんなね情報があって、どれ全部正解なんですけども、今僕が言った感じで顔を上げる、顎を引くで、足はこれじゃなくて後ろ足からつけてくる、後ろ足もつけてくる、このやり方でやってもらうと上達が早い基盤ができやすいと思います。おっす、ありがとうございました。